皆さんこんにちは、観察者役の津田健次郎です。まあマーチがな、マーチのキャラクターがやっぱすっごい強いんで、マーチは本当に印象的ですね。なんとも言えない、純粋であるがゆえにその大人の論理とかが通用しない。お前を救うために例えば鬼熊を持っていくんだ、鬼熊のパーツを持っていくんだって言ってるのにかわいそうだっていう、その純粋性だったりとかっていう。じゃあこう考えてみよう。クマさんはマーチみたいなかわいそうな子供を救うために死んだ、二度と儀式を起こさないために死んでくれたんだと。そんなの勝手よ。この子はただの大きくて怖いクマさんよ。この子には関係ない。違うよ、マーチはまだ子供だからわからないだけなんだ。いや、お前のためなんだよ、お前を助けたいからなんだよ、でもお前の言ってることは合ってるんだよねっていうとことかが、ものすごい、なんか心に来るものがあって、あの純粋性になんかこう打たれますね。なんか大人はみんな失っていってしまったものを、なんかマーチが強く持っている感じがあって、でそこにやっぱ大人たちが、周りの大人が、なんかこう打たれていく感じといいますかね、そういうのとかが、なんかとても印象的なキャラクターですね。アニメ「不滅のあなたへ」、次回もお楽しみに。